厚労省の皆様こんにちは。私は通りすがりの参院選東京選挙区立候補者久津川亮司と申します。先日まで豊島区議会議員をやっておりました。豊島区議会では外国人生活保護の廃止を訴えてまいりましたが、区の方としては厚労省の出している外国人を日本人と同様の条件で生活を保護しているという通知に逆らえないという答弁をいただきました。これは厚労省がまだ厚生省だった頃、厚生省社会局長が出した一本の通達、70年前のことであります。外国人も日本人と同様に生活保護してやれ、当年の間という通知が根拠になっている行政措置でありますが、当面の間といって一体何年やってるんですか。厚労省さんは70年前に社会局長を出した当年の間の通知を取り消してもらいたい。世界中で外国人の生活を保護している国なんか日本だけですよ。他の国はせいぜい教会が炊き出しをするとかフードスタンプを配るとか、その程度のことしかしておりません。当然の安全措置っつってまだ70年やってるのは初めてですか。なんで世界中で日本だけが外国人の生活を保護しなくちゃいけないんですか。こんなことが世界に知り渡ったら働くのが嫌や怠け者の無能な外国人が日本に押し寄せてきちゃいますよ。そうなったら我々日本人の生活は一体どうなるんですか。厚労省が70年前に出した社会局長の通知を取り消してください。外国人には新しく生活保護は給付しないということにすれば、時間はかかるかもしれませんが、いずれ外国人の生活保護はなくなります。世界中で日本の衛生を考えてもおかしいと思わないですか。これはさ、外国人生活保護の通知を取り消しなさい。厚労省の参院選東京選挙区候補の久津川亮司がお願いになりました。よろしくお検討ください。